それでは6月号の課題です。ここの孟子ですね。まずこの中の筆使いで、気になるところって言いましょうか。最初期の頃の人がよくわからないと言われるのは、いわゆる転接の部分ですね。こことかここ、あるいはここですね。この転接の部分ですけれども、横角から止まって、ここでこう止まろうとして、このまま離せば横角になるわけですけれども、この止まろうとした状態のまま、こういうふうに持ってくる。あるいは、こう言って止まろうとしてそのまま下へ下げると、そうするとこの転接という部分ができるわけですけども、ここにもしこう鏡をこう置いてですね、見ていただくとよくわかると思うんですが、例えばここにこう鏡がもしあったとすればですね、こういうふうに言ってですね、止まろうとするわけですね。止まろうとした後、右上にこういうふうに、多分こういう動きになっていくんだろうと思います。ですから、この右側のこの転接と、ここの転接っていうのは、方向は違うけど、まあ、表裏、表裏一体の同じ筆の動きであるっていうことが考えられると思います。それを一応頭に入れて、この課題を書いてみたいと思います。まず最初に孟という字ですね。解説にあるように書くとですね、やや左上からこういうふうに置くっていう解説になってたと思いますので、こうですね、戻ろうとしてこうですね。で、この頭が、この1画目と2画目が、こういうふうに、2画目の頭がちょっと出ます。これはその解説にありますように、まあ、篆書の筆法からですね、あるいは隷書の、こういうような、こういうような一連の流れからですね、会社の中でもこういう形をとっているということですね。横角止まります。からこうですかね。この横の線の中からこの縦の線が書かれると思うんですね。こんなようになります。ここはやや45度よりもちょっと立ち気味の気質になっていると。で、こういう同じ方向に線が何本かある場合はですね、その間隔をだいたい同じにするというのはですね、実は篆書の時代からですね、小篆の時代から、まあ、取られていた方法ですので、それが隷書ないし、こういう楷書、行書あたりに受け継がれているということでしょうかね。それから子という字ですね。この一画目のこの方向に十分注意して書き始めてみます。こう置いて、こうですね。二画目、やや左にこう膨らむような感じで止まろうとして、でそのままこういうふうに書き、で子供たちの字を見てると時々ですね、これをですね右からこう書く子供さんがいるんで、そこは注意をしておきたいと思いますね。で、右払いのところでもお話ししましたように、この払い羽っていうのが孟子の場合はちょっと短めですから、こう早めにこの紙からこう離してくると、この
ボコッとしたような感じの羽が描けると思います。で、書写体の場合にはこの点を最後にこう打ちますので、これを忘れないようにお願いしたいと思います。これですね、これを忘れずに。それでは通して書いてみます。こんな風に、取り組んでもらえればいいかなと思います。以上です。